台風からの湿った空気の影響で、昨日の夜から発達した雨雲が東海地方にかかり、特に愛知県東三河を中心に大雨となりました。今朝は愛知県田原で1時間に65ミリの非常に激しい雨が降り、24時間の雨量は田原で235ミリ、伊良湖で 176.5 ミリを観測するなど、8月の平年雨量の2倍近い大雨となりました。昨日の夜、気象台から今日午前を対象に大雨災害をもたらす線状降水帯が発生する可能性があると発表されましたが、発生まで至りませんでした。